はい、今日はダサいヒップホップエッズにならないためにはっていうことで喋りたいと思います。で、今回の動画はね、全く台本もなくて、もう思いついたことをその場で喋るっていうような感じで、なので、まあラジオみたいな感じで、ね、何か片手間に聞いていただけると嬉しいです。タイトルではね、ダサいヒップホップエッズとか言ってますけれども、まああくまでもね、これはね、自分の意見なので、まあ一意見として、聞いていただけると嬉しいです。はい、最近ね、日本でもね、徐々にヒップホップを聞く人っていうのは増えてきていると思います。っていうのは、まあバトルの影響も大きいと思うんですけれども、ですが、まだまだ日本では、アンダーグラウンドな音楽のジャンルだと思います。例えばね、まあ、Apple Music のトップ100なんかね、国の名前を打ったら、検索で打ったら、その国のなんかトップ100みたいなのが出てくるんですよ。で、ちょっと1週間前ぐらいかなに見た感じだと、ポップスモークとかがちょいちょいね、英語圏じゃない国とかでも入ってるんですよね、トップ100に。なんですけど、まあ日本とか見たら、もう大体国内の、まあ J-POP とか、あと K-POP ですね。まあブラックピンクとかえげつないですよね、あれ。この間の曲とかもなんか、すぐ1億とか2億とか言ってますよね、多分。まあね、もともとアジアってね、人数、人口が多いんで、その分ね、もうアジアだけでどうにかなるっていうのもあると思うんですけど、最近だとアメリカにもなんか BTS とかも結構ね、人気出ていますよね、多分。なんで、まあそこら辺ですよね。大体 J-POP とか、あとやっぱり韓国が強いんで K-POP とか、ヒップホップっていうのは全く入ってないです。あ、あとね、R&B 系かな。あの、ザ・ウィーケンドとかは、まあ日本で入ってなかったんですけど、他の国とかでも、そういう R&B 系とかは、をトップ100入りしてるっていうことも多いですかね。はい、っていうような、まあ状況なんですけど、まあ、だけど、まあ徐々に増えてきていると。で、そこで気になるのが、まあね、やっぱりみんな知識も突き出して、まあヒップホップでね、本当に好きな人は好きだと思うんですよ。っていうのはやっぱり奥が深いんで、知れば知ろ、まあ自分もね、もちろん、全然ね、もうただ、好きで聞いてるだけなんで、知識もあるとも思ってないですけど、奥が深いと思います。知れば知るほど奥が深くて、知識をつければつけるほど、まあ文化とかね、そういうバックグラウンドみたいなところを調べていくと、もっとね、面白いものになると思います。ですが、まあでも、あくまでもね、音楽なんで、まあ皆さんね、まあ例えばトラップが好きなトラップを聴くし、オールドスクールが好きなオールドスクールを聴くしっていう感じで、皆さん好きな音楽を聴いて、まあ楽しめばいいと思うんですけれども、中でもね、自分は気になるのは、まあ例えばね、よく自分もね、好きで YouTube とか見るんですよ。で、まあヒップホップの、まあ、ミュージックビデオだったり、まあまあ何でもね、ヒップホップ系の動画見るんですけど、そのコメント欄で、的違いな批判をする人ですよね。こういうのはね、本当見ててしんどいです。例えば、まあ、誰々曲出しましたと。で、お前何々見てじゃねえかみたいな。いや、全然違うやろみたいな。わかりますかね。まあなんか説明するの難しいんですけれども、まあ知識がないのに、アグレッシブな姿勢に入って、なぜかね、まあ匿名だからなんですかね。わかんないですけど、アグレッシブな姿勢で批判をする。そういうのね、一回ね、客観的に見た方がいいですよね、自分を。なんか、自分がちょっと知識はつけたから、それが正しいと思ってるんですかね。これがね、本当にヒップホップだけじゃなくて、何事もそうじゃないですか。物事の、一面だけを見て批判するっていうのは、絶対に違いますよね。そういう、やっぱりネットでね、何でも喋れる時代なんで、そういうのって多くなってますけども、例えばね、今、そうだな、ブラックライブズマターでデモしてるじゃないですか。で、デモをしてると。で、コロナ禍なのにあんなに密集して、デモをして、これはもう何がしたいんだっていうような批判があるとしますよね。でもそれって本当に物事の、一つの面だけしか見れてないじゃないですか。それ、デモに至るためには、それまでね、歴史とかそういうのがあって、そういうストレスで変わらない現状とかがあって、行動しないといけないっていうことで、まあ行動しているわけじゃないですか、リスクを負って。それに対してそういう批判っていうのは自分は、的外れだと思います。そういう感じで物事の一つの面、自分から見たものが正しいと思って、そういうのだけで批判をしてしまうっていうのは、良くないことです。はい。で、もう一つですね。もう一つ。まあ、ダサいといえばダサいっていうことは、まあ、それにね、似てるんですけれども、他人の意見を批判する人ですね。これは難しくてですね、その意見がね、なんか差別的な、まあ、見た目がどうとか、何々だから見た、そういう差別的な意見はもう論外ですよ。そういうのは、まあ、ダメなことにはダメ。ちょっと違うんじゃないのっていうのは当たり前だと思うんですけれども、そういうのじゃなくて、音楽、まあ最初の方にも言ったように、音楽ってあくまでも音楽で、まあ芸術みたいなところあるじゃないですか。なので、まあ自分がその音楽の感じ方って人それぞれ違いますよね。一つの音楽でも悲しい気持ちになったり、いや意外と、ハッピーな気持ちになったりっていうのもあると思います。で、 YouTube のコメント欄とかでそういう意見を言うっていうのは、まあ全然いいことですよね。まあ認められてることですし。で、それを言ったのに対して、なんか返信がついてるから見てみようかなっていう感じで見てみると、
と、いやお前何やちげえだろみたいな、そんなの分かってねえだろみたいな、そういうね、なぜかまあ匿名でアグレッシブな姿勢で、喧嘩口調でなんかね批判をする人って言いますよね。そういう人はまあ最初にね言ったねダサい人にも共通するんですけれども、やっぱりなんか、自分が正しいと思ってるのかな、音楽で人それぞれなのに感じ方はそれに対して批判をするっていうのはまあね、理解ができないですよね。まあ、もちろんねそれに対して、まあ、それは間違っている情報を言っていると、これはなれないです、まあ、違う情報を言っていたらなれないじゃないですかって訂正してあげるっていうのも別にいいと思いますし、あとね、議論をする、喧嘩腰じゃなくて自分はなれないです、でもあそうですね、でもこういうところもいいですよねみたいな、よくあるじゃないですか、最強のラッパー誰だみたいな、トゥーパックじゃないかみたいな、そういうのあるじゃないですか、そういうねヒップホップの議論をする、ですがやっぱりね匿名でね、まあみんな顔もわからない感じなんで、そういうのをしようとするのはリスクはあると思います。まあなんで、まあ、リスクあるの自分とかあんましないですけれども、そういう議論ねをするとヒップホップはね本当に奥が深いと思うので、知識も深まって楽しいと思います。なんでそういうね頭ごなしに鼻から、間違っていると、自分が正しいと決めつけて批判をするような姿勢、ダサいといえばダサいかなっていうような感じですね。はい、まあでもね、まあ最初に言ったようにあくまでも自分の意見なんで、皆さんのね意見も、コメント欄で、まあもちろん間違っていること言ってるかもしれませんし、皆さんからすると、皆さんの意見もコメント欄で教えてください。はい、あとね自分のチャンネル登録と、あと高評価と通知もオンにしてくれると嬉しいです。はい、じゃあ今日はありがとうございました。